まず政治、政治に対するイメージっていうのは何かなと、どんなイメージがありますかって言った時に、難しい、遠い、裏がある、癒着、うん、で、これは政治は自分とは関係ないところでやってますよと、それから普通の人が関わるもんじゃないいうふうな意見もあります。政治のイメージ、大体この中でどれが当てはまるものがある人素晴らしい、うん、はい、じゃあ政治家、政治家です。政治家のイメージどんなもの？悪い、うん、で金に汚い、それからきつい、うん、で特に地方議員で、私たちの、あ、政治家っていうのは国会議員と地方議員で2種類います。で地方議員の中にも県議会議員で市議会議員、町議会議員、村議会議員で、で特に地方議員に対しては何をしているのかわからない、いてもいなくても一緒じゃない、そういう意識です。この中に印象がある方、力強いどれ、どれですか？管理したい。管理したい、管理したくなればいいけどね、意外とね、貧乏な政治家っていうのはこのままの状態になります、はい、ということで、政治とか政治家っていうのはもうすぐにネガティブなイメージがついてる、うん、でもそれもなんでこういうネガティブなイメージがついてるかということも後ほどお話したいんですけど、でそれは一番一つの原因としては、自分の生活にとってやっぱ身近ではない、うん、全然ピンとこない、身近にないからピンとこないっていうのがおそらく一番の理由だと思います。で例えばこういう